聴ご視聴いただきありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。忙しい方やサクッと恋愛知識を深めたい方に特にお勧めできるようになってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩みの相談は男性専用のラインアットの方にお願いします。女性は女性専用の方にお願いします。ということで今回はモテるおじさんの行動っていうのをご紹介しようと思います。で、モテるおじさんの行動ってね、まあ、過去にもね、いくつか動画を出したんですけど、まあ、結局ね、なんや言うても、若い男性と張り合うよりも、まあ、年相応の魅力っていうか、大人のですね、色気っていう部分を出していくっていうのが、やっぱりモテるのかなと思います。なのでですね、今回は、こう、大人の男性だったらやっぱこうした方がいいよっていうモテる行動をですね、5つご紹介していきます。では早速やっていきましょう。おじさんのモテる行動、1つ目。ゆっくり動くことです。20代の女性が40代の男性恋愛対象ですかって聞いて、圧倒的にハイが多かったっていうアンケート結果とかあるんですよ。だからですね、若い女性って、まあその全員とは言わないし、どの40代でも対象なのかっていうと、またそれは話は別なんですけど、基本的に大人の男性をですね、好む女性っていうのは多いかなと思います。やっぱりね、人生経験が多くて大人の余裕を感じると、まあ、ときめきますよね。そりゃ好きになるわなって感じですね。ただ問題なのは、大人の余裕ってなんやっていうとこだと思うんですよ。で、まあ、いろいろやっぱこう余裕の出し方ってあると思うんですけど、結局ね、行動かなって思います。その人の行動とか動きですね。で、その人の余裕があるかどうかっていうのを人ってジャッジしてると思うので、やっぱり余裕がある動きをするっていうのがポイントだと思うんですよ。だからですね、ちょこまか動くとか、ずっとそわそわしてるとか、ペラペラ喋ってるとかですね。っていうのは、まあ、モテないですよね。なので、やっぱり動作を大きくして、ゆっくり動くっていうのがいいのかなと思います。女性は特にですね、大人の男性に望むのは、落ち着いた態度で、大人の余裕を見せた方がいいので、ゆっくり動くっていうことを心がけるだけで、まあ、ある程度その辺はですね、こうパフォーマンスとして見せることができるかなと思います。そして、二つ目が、経済面ですね。まあ、やっぱりね、この辺はなんや言うてもそうやなって感じですね。やっぱりそりゃ、20代の男性と40代の男性とかだったら、まあ、経済面がですね、やっぱりこう大きく違うっていう印象を女性は持ってるので、なので、経済的に安定しているっていうところはやっぱ見せた方がいいです。で、収入がね、大いに越したことはないんですけど、ただ、収入がめちゃくちゃあるっていうよりも、生活が安定しているというところをやっぱ見せる方が、大人の男性に惹かれる女性っていうのは、結局ですね、安心したいとか、将来的に不安になりたくないって思いがめちゃくちゃ強いタイプなんですね。だからそういうタイプに対して、俺めっちゃ金あんでっていうよりも、ちゃんとこう生活力があるでとか、何かあっても困らないぐらいの蓄えあんでっていう、そういうですね、方向性の方が、こう安心して付き合うというか、惹かれやすいんですね。なので、ちゃんとこう生活力があるんだよっていうのを見せるのがやっぱり大事かなと思います。そして3つ目、周りに優しくすることです。これはやっぱりですね、女性からだけではなくって、男性からも頼られる存在でいるっていうのは大事なことですよね。女性って女性に対する目がめちゃくちゃ厳しいんですよね。だから、男性も男性に対する目がめちゃくちゃ厳しいと思ってます。なので、男性から好かれる男性っていうのはモテるんですね。だから周りに優しくして、特にですね、後輩を可愛がるっていうのはかなりポイントが高いです。反対にね、自分のこと中心で、すぐにキレ散らかす人って、まあ今でもいますよね。そういう人ってモテないでしょ？やっぱりですね、みんなに頼られて安心を与える存在っていうのは、やっぱりそこに大人の余裕を感じるし、かっこいいなって思います。そして4つ目、差し入れです。ちょっとしたプレゼントとか差し入れできる人って、やっぱポイント高いんですよね。だから出先でちょっとしたお土産買ってくるとか、まあ、流行ってるものとかを抑えることができれば、やっぱりいいですよね。今流行ってるものをですね、さりげなくみんなにね、プレゼントすることができれば、まあ、やっぱりポイント高いかなと思います。流行ってるものじゃなくても、まあ、その子が食べたいって言ってたものとかをですね、買ってきて、で、みんなの分買ってくるっていうのは、やっぱりかっこいいって思います。そして、5つ目、ゆっくり話すです。さっきのところでゆっくり動くっていうのがあったと思うんですけど、やっぱ話すスピードも、ペラペラ喋
喋るよりはゆっくり喋った方が、まあ、ポイントは高いですね。どっちかというと女性って喋りすぎない男性のことをかっこいいって思ったりするんですよ。だからペラペラ喋るよりは喋らない、しかもゆっくり喋る方がちょっとこうテンポ合わないなと思われても、それはそれでかっこいいって捉えられたりとか、そこがクールって思われたりするんですね。だから無理してペラペラ喋ろうとするよりはゆっくり喋る、あるいは喋らないという選択をする方がいいかなと思います。その方がこの人って私生活どんなんなんやろうとか、彼女に対してどうなんやろうとか、特別な人に対してはどうなんやろうというふうに想像をかき立てるんですね。想像をかき立てる存在ってやっぱ気になりますよね。で、気になって目で追っちゃうと、あれ自分ってこの人のこと目で追ってんな、あ、じゃあ好きなんかなというふうにですね、好きっていう気持ちにつながりやすいです。だから相手の想像をかき立てる存在でいるっていうのは結構大事なことです。ということでまとめです。今回ですね、モテるおじさんの行動をご紹介しました。一つ目がゆっくり動くことですね。そして二つ目、経済力ですね。そして三つ、周りに優しくするですね。で、四つ目、差し入れする。五つ目、ゆっくり喋るですね。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあ、今回はですね、こう、モテるおじさんの行動をご紹介したんですけど、おじさんになればなるほど、やっぱ二分化していくんですよね。モテる人とモテない人と。で、モテる人って、やっぱかっこいい要素っていうのがあって、もちろんね、体型もその、整えてるに越したことないし、顔だって、そりゃいいに越したことはないんだけど、でもなんかそれよりも、やっぱ大人の余裕を感じるかどうかっていう部分が大事かなって。で、具体的にどうやって大人の余裕出してんのかっていうのを考えた時に、まあ、やっぱりゆっくり動くとか、焦らないとか、まあ、焦ってる姿を見せない。っていうのはやっぱり大事かなと思ったので、今回ですね、この動画を撮りました。なんか他にね、まあもちろんその言動、こういう言い方をした方がとか、こういうテンプレとかですね、ちょっとなんかそういう方向でも考えてみようかなと思うので、まあちょっとね、そういう動画ができたらまたね、配信しようと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。